ヒラの仕様、ジャニーズの新しい頼みの綱。メディアの注目を浴びる理由、テレビ界が必死に彼を起用しようとする舞台裏。こんにちは、皆さん。ジャーナリストとして、今回は注目のトピックについてお伝えします。キング、アンド、プリンスからの脱退が迫るヒラの仕様、神宮寺雄太、騎士雄太。彼らの未来がどのように展望されているか、そしてなぜ彼らがますます注目を浴びているのか。 詳しくご紹介します。ジャニーズ事務所における脱退者の運命は、これまで幾度となく語られてきました。通常、ジャニーズからの脱退後、アーティストたちはしばらくの間、テレビや雑誌などのメディアから遠ざけられることが通例でした。しかし、今回のケースにおいては、その慣習が破られるかもしれません。ジャニーズ事務所は、創業者のジャニー北川氏に関する性的加害疑惑の影響を受け、 世間からの非難にさらされています。この背景を考慮すると、今回、金プリの脱退メンバーが急にメディアから姿を消すと、ジャニーズ事務所に対する批判がさらに高まる可能性があると言えます。事務所は、あからさまに脱退メンバーを干すことが難しい状況に立たされているのかもしれません。特に、平野紫耀については、グループを牽引してきた彼の人気が絶大で、 テレビ局や広告代理店からの支持も非常に高いようです。調査会社のデータによれば、平野は F1 層20から34歳女性の支持が特に高い男性タレントベスト10で1位に輝いており、若い女性層からの支持が厚いことが示されています。また、彼は広告クライアントが望むコア視聴者層にもぴったりと合致しています。テレビ局としては、ジャニーズ事務所に不義理をしてでも、 ヒラの使用を起用したいという熱望があるようです。しかしながら、ティアラと呼ばれるキンプリのファンたちは、不安を感じています。ジャニーズ事務所は、キンプリの動画を有料ファンクラブ会員限定で提供しており、これらの動画が5月22日に全て削除されることが告知されています。このことから、一部のファンは、脱退メンバーに対して何らかの嫌がらせが行われるのではないかと心配しています。藤島ジュリー恵子社長は、 謝罪動画を通じて、ジャニー北川氏の性的加害疑惑に幕を閉じようと努力していますが、まだまだ事態は収束していないようです。一部のファンは署名運動をはじめ、不満を表明しています。脱退メンバーとティアラ、キンプリファンに対する適切な対応が不足すれば、ジャニーズ事務所はさらなる問題を抱え込むことになるかもしれません。現在の状況は非常に繊細で、今後の展開が注目されます。結論。 キンプリ平野紫耀、神ジン勇太、ジユータ、キシユータの脱退は、ジャニーズ事務所にとって大きな試練となっています。ジャニー北川氏の性的加害疑惑による批判を受け、事務所は難しい立場に立たされています。一方で、平野紫耀の人気は絶大で、テレビ局や広告代理店からの支持が高まっています。この状況下で、脱退メンバーの今後の活動がどのように進展するか、また、 ティアラのファンたちがどのような対応を期待しているのか、今後の展開が注目されます。ジャニーズ事務所にとって、これからが大きなキロと言えるでしょう。